こんにちは。久しぶりの南海レポートです。今回は高野線中本駅。先日この駅に大きな変化がありました。この駅について考えてみましょう。時刻は7時5分。ちょうど天北線から中本止まりの電車が到着したところで、この駅の朝の風物詩が始まります。それはこの大量の乗り換え客。彼らは、その大半がここで当駅始発、御堂筋線の電車に乗り換えるのです。その乗客が改札口を出て、この一つの階段に集中するのです。以前はこのように、エスカレーターが左側進行。これにより、駅北側からこの駅を利用するウープ主などは、この大量の乗り換え客の合間をかいくぐるか、手前にあるエレベーターを利用するかしかありませんでした。一方、建物内では、狭い通路で、乗り換え客の流れに逆流するという荒技を、強制されてようやく、改札口にたどり着けるのです。この駅の改札口は、泉北線開業時から、使われていたであろう西改札と、その反対側にある東改札でした。平日の朝は、大量の乗り換え客の、影響で、ここへたどり着くのも精一杯なこともありました。この動線を解決するため、これまで壁だったところに新たな改札口を開き、北改札を設けることになったのです。これにより、御堂筋線までの距離が少し近くなり、乗客の動きがシンプルになります。またこれと同時に、北出口のエスカレーターの進行方向を右側進行に切り替え、動線の工作を改善することができるようになります。一方、従来の改札は、どうなったのでしょう。まず東改札は、北改札の開設に合わせて、閉鎖。ここには、店舗の区画が設けられるそうです。また西改札は、そのままながら、券売機や窓口、駅事務室を、北改札横に集約したため、駅南港の近くにあった窓口や、券売機もなくなってしまいました。今後はこの区画も工事に入る予定だそうで、いずれこの通路のどちらか側に、新たな券売機が設けられるのではないかと、思われます。なお、西改札周辺も工事が、行われるようで、改札口が3台減らされるほか、工事で閉鎖されていた北側の、古い階段も、幅を狭くしながらも復活する見通しとなっています。しかし、北改札口の開設による乗り換え動線の改善と西改札口の縮小。これには効果と同時に問題も残ると思うのです。最大にして唯一の原因と解決策、それはプラットフォーム側にあります。3番乗り場に、ここまでの電車が到着。扉が開くや否や、大量の乗客が改札口に流れていきます。当然、乗客の多くは一番近い階段を上がって、改札口に向かいます。中本駅の階段はホーム1本あたり4箇所。このうち、新しい北改札に通じる階段は、どこにあるでしょう。こちらは、新たな北改札です。改札の向こうに、階段が見えますね。上下線とも、2箇所あります。奥が難波方面のホームに、通じる階段です。それぞれ、
何号借金に通じるのか。先ほどの映像のように、左の階段は、難波川から6両目付近。右側の階段は、降りるとここ。7523編成足す7571編成の、7222号借金、つまり5両目付近となります。エレベーターを無視すると、なんと8両編成の、後ろ半分の乗客しか、新たな改札の恩恵に預かることができづらいのです。しかし、これは8両編成の場合、中本駅は、全列車が難波側に寄せて、停車します。つまり、6両編成だと北改札に、流れる乗客は後ろ2両分。さらに、これは日中にしかないのがせめてもの、救いですが、4両編成の電車は、この階段より難波側にしか、停車しません。つまり、中本駅で降りる乗客が、各号車に均等に分かれて、乗っているとすると、半分以上の乗客は今後も、西改札を利用することになるだろう、ということなのです。この通路の混雑は改善されないのでしょうか。改善目標は、乗客を 50% ずつ均等に、西と北それぞれの改札へ流すことです。簡単な方法があるとすれば、6両編成の停止位置の調整でしょう。先ほど述べたように、中本駅では、難波側の先頭、または最後尾が、同じ場所となるように停車します。8両編成はホームいっぱいになるのでいいとして、6両編成の停止位置を、河内長野、光明池川へ1両分移すのです。こうすると、2箇所の改札への乗客の、分かれ目が、編成中間の4号車付近となり、8両編成と同じ条件となるのです。これが実行される可能性は、ないかもしれませんが、早めに手を打っておいた方が良さそうです。実は、中本駅4番乗り場に、可動式ホーム柵を設置する計画があるのです。まあこの乗客の密集具合、そして本線側は急行列車などが、全速力で通過していくのですから、あった方がいいに決まってます。幸い、高野線でホームドア設置の、最大のネックとなる、ズームカーやライナーは全列車通過しますので、設置しても列車側との、兼ね合いは問題ないですしね。というわけで、今回は中本駅のリノベーション工事の、状況をお送りしました。駅をより快適に、動きやすく、そして安全にしていくことはいいことですので、これが他の駅に少しずつ波及していくといいですね。それでは今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。それでは、ごきげんよう。